ティグリンには、ヘルウエティ族の一子族であった、大ヘルベティアスウィンガン大、ローマーウンターデムヨックヒンデューチ、19世紀のロマン主義の画家シャルルグレールの筆で。紀元前107年、指揮官ディウィコの元ローマ軍を打ち破った時の祝祭の様子を描いたものティグリン族は、ガリア人の一部族であるヘルウエティ族を構成する、四子族の一つである。ヘルウエティ族の中でも、 最も重要な位置を占め、ガイウス・ユリウス・カエサルやポセイドニオスもその著書で言及している。現在のスイス防守にあたる地に定住し、スイス西部の後期ら、テーヌ文化の担い手でもあった。ティグリニの名前はアイルランド語で、領主を意味する、タイガーンなどと関連があると考えられており、支配者、領主の意味であるとされる。ヘルウェティ族の四種族には他に、 ベルビゲニ族やトーゲニ族が含まれ、それぞれカエサルやポセイドニオスによって命名されている。残る1種族はカエサル・ポセイドニオスともに命名しておらず、4種族の中で唯一明確な名前が伝わっていない。ティグリニ族の名前が最初に見えるのは、紀元前113年から同101年まで続いたキンブリテウトに戦争において同盟を締結したという文脈の中においてである。 紀元前109年、ティグリニ族はライン川を渡り、ローマ族州のガリアナルボネンシスに侵入した。紀元前107年には、ローマ領である現在のフランスプロバンスへに向けて南下すると、さらに西方のフランスアジャン付近で、失政官のルキウスカッシウスロンギヌス率いるローマ軍を打ち破った。ティグリニ族は、キンブリ族がアルプス山脈を越えて、 戦いを継続しようとするのに付き従ったが、結局アルプス越えは果たせずブレンナー峠に止まることになった。しかし数勢であった対ローマ戦線も次第に劣勢となり、対ローマの主導的立場であったキンブリ族、テウトニ族がアクアエセクステアへの戦いはエルケラへの戦いで、かっこ撃破されて、キンブリテウトニ戦争は共和制ローマの勝利で終結した。 敗戦の方に接種ティグリニ族は、もともとの居住地である、スイス西部のスイス高原や、スイス南西部のレマンコの北に広がるジュラ山脈へと、戻っていった。ティグリニ、そしてヘルエティの名は、脅威をもたらした北方の蛮族として、ローマ人に記憶され、後にこの、蛮族が再び動き出したと主張する、ガイウスユリウスカイサルのガリア遠征の口実になった。紀元前58年、 ヘルウエティ族はカイサル率いるローマ軍に遭遇し、大敗北を喫してその多くが殺されることとなった。死者は22万8000に上ったと伝わっている。これらの戦いは、紀元前58年から同51年にかけてのガリア戦争の最初の戦闘となった。ローマに征服された後、紀元前52年、ヘルウエティ族は、ウェルキンゲトリクスの反乱に加わり敗北。 ローマとの同盟の地位を失った。ローマ人は、ガリアへの進軍経路を確保するため、ヘルーエティ族の居住地であるノイオドヌムの地に、ユリアエクエストリス植民地を建設した。ボアドシャテルの城西都市の遺跡は、紀元前1世紀の後半までは残っていたが、新たに建設された、ヘルウエティ族の首ユアウェンティクムに、都市の住民が移住するのに従って、紀元一世紀の前半に放棄。 破壊されたと見られる。ローマの支配下においてもヘルウエティ族は4つの氏族という形を保ち続け、紀元60年代までは完全な自治権も有していたと考えられる。68年にネロ帝が死去し、ローマ内戦が始まると、ヘルウエティ族はネロに反旗を翻したセルイリウス、スルピキウスガルバを支援したが、翌69年にはウォケティウス山の峠で撃破された。 これ以降急速にローマ化が進行し、それまでのヘルウエティ族としてのアイデンティティは次第に失われていった。ケルリー・チグロと記されたジャンジャック・ケラーのサインに刻まれている近世のスイスでは、ティグリニ氏族の領域は現在のチューリッヒに対応していたと考えられ、この根拠としてチューリッヒのラテン語名、トリクムの音が似ていることと、オッピルムと考えられている。 チューリヒリ林の城塞都市跡が挙げられる。こうしたことから、ティグリヌスの子は16世紀から19世紀にかけて、チューリッヒを意味する新ラテン語の学術的な形容詞として用いられるようになった。具体例には1548年に記されたコンセンスティグリヌスや、チューリッヒの銃器製造者であるジャンジャック・ケラーが、自らの名前をラテン語化して、 フランス王室に献上する大砲に記したケルディ・チグノの文字などがある。20世紀に入り、ポーティガーと記されている碑文がアバンシュ付近で発見されたことで、ティグリニ氏族が実際にはチューリヒ近郊だけに住んでいたわけではなかったことが証明された。ありがとうございます。